はい、ということでですね、カーパーキングのベータ版アップで今回は第3弾エアロパーツの紹介ということでですね、まあ今まで、日本車エアロ革命ということでですね、 BRZ とかであったりスープラ、R34、S2000、インプレッサなどなど、まあここら辺のですね、日本車にまあ大量にエアロが追加されてきたんですけども、まあこの度はほとんどが外車ですかね。はい、外車ということで、これまたですね、ニューカーズ画面でのエアロの確認っていう風になっていくかなと思うんですけども、どんな車にですね、どんなエアロが追加されたかというのをもう細かく細かく見ていきたいと思います。はい、ということでまずこちらですね、ハマー H1 ということで、これは今までなかったですよね。ほら見てください、これこんな感じにかの なりますね。はい、ボンネットもほらこんなダクトがですね、用意されてるわけなんですよ。で、こちらは、フェンダーですね。フェンダーと、まあ、ステップですね。フェンダーとステップ。そして、これは、ウィングをですね、買うことができます。そして、リアバンパーの方はですね、こう、はしごがついたりしますね。ほら、ちょっと、ほら見てくださいこれ。さあ次行きましょう。はい、こちらですね、ダッチチャージャーなんですが、これもかちょっとこれ気づいてなかったんですけどね、これもですね、ダッチチャージャーも、ほらすごいよこれ、すごいですね、ダッチチャージャー。ボンネットも変わるし、でこれはですね、フロントフェンダーですね。そして、これは、まあフェンダー一体型サイドスカート。そしてウィングは、あー、ウィングこんなんなかったな、なかったなかった。はい、ウィングもつけれますね。なんかこれ、なんかめっちゃクリアテールなってないですか。ああね、これちょっとテールに色がなくなってると思うんですけど、前からこんなんやったかな。まあこれはこれでまあ面白いですけど。はい、こちらですね、アウディ、どっちやったかな、クワトロスポーツやったかな、スポーツクワトロやったかな、ちょっとあれですけど、こちらもですね、とうとうエアロパーツが追加されたということで、ほら見てくださいこれ、とうとうラリーにできますねこれ。うわーすごい、これはいいよ、これめっちゃ欲しかった。いや、僕これのラリー作りたかったんですよね、ずっと。やばいな、これは。これ、激アツですね。これ何？あ、なるほどね。タイヤの、いや、でもこれなんかおかしくないか？なんか場所的にすごいめり込んでますが、これいいんか？うわ、すごい！めっちゃワイドボディになった。すごいですね。あ、これスカートか。わあ、なんかスカートもなんかビヨーン出てきてますね。で、ウィング。ウィングは一応多少は前から付けれたかな。なかったですかね。で、リアバンパーもいろいろございますということで、すごい、なんかこれ文字まで出てきますね。すごいです。さあ、ちょっとここでですね、一気に値段が跳ね上がったんですけども、こちら、フォードマスタング。マスタングもですね、エアロパーツが追加されたということで、いきますよ。ポチ。ほら。ちょっとね、これはかなり顔変わるんですけど。これが、純正のボンネットで、何？なんでそこが変わんの？なんか、押せないですね。押せないね。こんな感じで、ちょっと、これ押しにくいんですけど、はい。そして、これが、ちょっと何かわかりません。なんか変わってますね。これか、これのせいか。ちょっとなんか埋もれちゃってますね。はい。ここに、フェンダー一体型スカートがあるんで、ちょっと埋もれちゃってるんですけど、これで見れるか。まあ、こういう感じで。で、ウィングもですね、もちろんあります。めっちゃ押しにくいな、これ。
いやー、リアバンパーもですね、ああいいですね。さあ、続きましてこちらアウディ RS6 ですね。こちらもございます。ほらこれはですねすごい。あ、なんか塗装してんので、フロントバンパーもこんな感じとか、これすごいですね。これ なかなか独特の、うん、これもこれ結構かっこいいです。これ多分ワイドボディでいきますね。ワイドボディ、これワイドボディですね。ワイドボディ作るか、こんな感じかな。あ、もうはい、これ合ってますね。うわすごいすごいワイドでございます。うわこれはなんかめり込んでますね。あ、これ合ってるな。うわすごいめっちゃワイドなってますね。これでもこれに合うスカートってあんのかな。あ、これか。あ、合ってるわ。あ、すごい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 。で、リアが、うわこれ、あー、これですね。はい。うわめっちゃワイドボディになってます。えっく、これはですね、もう R8 もいらないですね。これあったら R8 いらないですね。すごいね、これ。さあ、続きましてですね、こちらダッジバイパー、バイパーにもエアロが追加されたよということで、おお、これいいですね。これめっちゃかっこいい。これで合わせていきたいな。ちょっと先にフロントとリアを合わせて、そっからコーディネートしていけばいいんかな。うわー、なるほどね。これ僕、これですね。こっちタイプですね。で、おお、なんか、穴が開いてますよ、ここ。穴が、うわ、なに、なにこれ？なんか今、ウィングごと変わりましたね。すごい！なにこれ？ウィングごと変わった。あ、これか。フロントも合うのはこっちですね。これやね、ほんじゃ。で、ボンネットを。あ、でもこれ、ボンネット、あー、これやな。うわ、すごい！なんか、剥き出してます。剥き出してますが、僕はこれを選択しましょう。なにこれ？あ！なに？なにこのピンクの。これなんか色付け忘れてますね。なんかピンク色になってますね。これおかしいな。これは絶対おかしい。え、合ってんのかこれ。絶対おかしいですよね。このピンク。ピンクのマフラー。ピンクのマフラー絶対おかしいよ。でかっ！でかすぎやろこれ。おかしい。いやー、ちょっとあれか。遠近法ででかく見えてるだけかな。でかっ！後ろから見たらほんまにアホみたいにでかいですね。前から見たら、まあそうでもないかなと思うんですけど。これはでかい。うわ、なにこれ。まあ、こんな感じかな。あれ、フロントが戻っちゃった。はい、こんな感じ。ああ、やべ。危な。こんな感じですかね。うわー、これかっこいいですね。これなんか作りたいな。これめっちゃ作りたい。なんか作りたいですね。ああ、ちょっとまたこういう楽しみが膨らむんですけども。さあ、これが最後ですかね。AMG GT63 なんですが、これはですね、僕はエヴァンゲリオン仕様を作ったんですけど、まあまた、本アップデが来た時にですね、エヴァンゲリオン仕様の GT63 に、エアロつけてみたという感じにしたいと思うんですけども、これはでも、レーシング仕様なんのかな？うわ！何これ？ちょっとどっちかというと、ラリー寄りなんかな？すごいね、これ。このライトすごいですね。これはちょっとあれやな。なんか予想してた感じと違うな、また。はい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 。あー、後ろは結構微妙な差なんですね。で、スカート見ようかな。おー、あ、やっぱりワイドボディにできるんですね。はいはいはい。あ、もうでもこれは完全に一体型なんで、ちょっと選択しやすいですね。選択しやすい。
そしてボンネットがちょっと押し間違えたよ。あれ、ここもある。あ、ここもあったわ。やっぱ二重タイプですね。二重タイプでした。ちょっとね、押せないことが多々あるんですが、真上から押したらいいんかな。はい、あ、これいいですね。いやー、でもこれエヴァンゲリオン仕様にしたときにちょっとどうなるかっていうのが全然予想がつかないんですけども、なんかウィングはつけてたような気がするんですけど、こんなんは確実になかったですね。ウィングは絶対つけてましたけどね、こんなんなかったですよ。こんななんかコウモリみたいな。ちょっとですね、あの足回りの、セッティングをしてないので若干不格好ですけども、これかっこよさそうですね。はい、いやー、いろいろちょっと楽しみたいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。もうこれ大量にですね、エアロ追加されてますので、まあこんだけあったらですね、さすがにこう皆さんの中にも、あ、何個か、あ、これあったんやっていうのが、あ、これやっと追加されたんやっていうのが、あると思いますので、皆さんですね、まあそういう風に思った方は、1人ですね、5件ぐらいコメントしていただきたいなと思います。ということでよろしくお願いいたします。